내가 만든 영화가 클래식이 됐으면 하는 그런 바람이 망상이죠. 그 뭐 김기영 감독님의 한여라든가 구로자와 아키라의 뭐 7인의 사무라이라든가 알프레드 히치콕의 현기증 같은 영화를 만들고 싶은 거죠. 그러니까 이번 기생충이라는 영화로 그 서로에 대한 어떤 관심과 성원들이 서로 이렇게 가까운 나라일수록 이제 서로 공감하고 기생충이 이렇게 공감했듯이 그런 마음에서 참 반가운 마음이 큽니다. 예. こんにちは。 ニュースで韓国語です。 今日は超イレギュラーではありますが、 超番外編をお届けします。 2月の23日に来日しました映画パラサイトのポンジュノ監督と主演俳優ソンガンホさんの記者会見を日本記者クラブで取材してきましたので、ノーカットでお届けしたいと思います。アカデミー賞4冠に輝いたということで、急遽2度目の来日となりましたお二人です。 177人が詰めかけたという、なかなか盛況な記者会見でしたけれども、 中身も濃くて楽しめる内容になっていると思います。ぜひどうぞご堪能ください。それでは大変お待たせいたしました。ただいまから記者会見を始めさせていただきます。本日はですね、韓国の映画監督ポンジュノさんと俳優のソンガホさんにおいでいただきました。今日おいでの皆さんはもうすでによくご存知だと思いますけれども、先日発表された第92回アカデミー賞で、 作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞の最多4部門に輝かれました。で、外国語の映画がですね、作品賞を受賞するのは史上初めてのことになります。また、アカデミー賞、作品賞とカンヌ国際映画祭の最高賞、パルムドールのダブル受賞というのは、 1955年公開のアメリカ映画、マーティー以来64年ぶりと、 いうことでいらっしゃいます。そして日本での動員もなんですけれども220万人を突破しました。興行収入も30億円を突破して、私の頭の中の消しゴム以来15年ぶりに記録を更新したということで、日本における韓国映画の歴代動員第1位に輝かれました。 そんなお二人なんですけれども、実はつい先ほど日本に到着したばかりということです。監督とソンガホさんの話をこれから伺うのを大変楽しみにしております。通訳はヨン・ジミさんとパク・ミスクさん、こちらのお二人に担当していただきます。 申し遅れましたけれども、私本日の司会、日本記者クラブ企画委員の日本テレビの小栗泉と申します。よろしくお願いいたします。 今日の会見の進め方ですけれども、この後まず、お二人に一言ずついただきます。で、その後、企画委員の私の方から、30分程度、質問をさせていただいて、その後、会場の皆さんからの質疑応答という形で進めていきたいと思います。それでは、まず、お二人に一言ずつお願いしたいと思います。まず、監督からお願いいたします。 네, 뭐 일단 오늘 일요일인데 이렇게 많이 와주셔서 너무 감사의 말씀을 드리고요. 먼저は本日日曜日ですけれども、大勢の皆様来てくださいまして本当にありがとうございます。 네, 그 뭐 좀 전에 깐느 영화제에서부터 오스카에 이르는 뭐 여러 가지 수상 이제 그 내역들을 말씀을 해주셨고, 물론 되게 경사스럽고 기쁜 일이지만은, 뭐, 그런 계획을 했던 것은 아닙니다. 물론 저희가 상을 목표로 물론 영화를 만드는 것은 아니다 보니까요. 예. 先ほど、カンヌの受賞からオスカーに至るまで、受賞のこれまでの道のりについて、少しお話しいただきましたけれども、非常におめでたいことでもありとても喜ばしいことではあるんですが、私どもが最初から計画していたということではありません。本当に賞を目標に映画を作っていたわけではないので。 물론 상 받은 것이 이제 영광스럽고 되게 기쁘긴 합니다. 그렇지만 이제 그 전에 사실 이미 한국뿐 아니라 여러 나라 관객분들이 프랑스나 이제 뭐 독일이나 미국을 거쳐서 이제 영국, 일본에까지 이제 거의 1년여에 걸쳐 이제 여러 나라에서 개봉하면서
많은나라의관객분들이되게뜨겁게반응을해주셔서그부분이사실1차적으로가장기쁜부분인데요まずその賞を受賞したことは、とても喜ばしく光栄なことなんですけれども、それに先立ちまして韓国だけでなく多くの国の観客の皆様、フランスやドイツやアメリカそしてイギリス日本まで、1年がかりで、公開がずっと続いていますけれどもどの国のお客様も皆さん本当に熱く反応してくださったので何よりもそのことを嬉しく思っています。북미에서도사실작년10월에이제이미가을에개봉을해가지고그1월중순에그오스카노미네이션발표되기이전에이미그북미역대외국어영화이제탑10안에그기록그박스오피스기록을세울정도로이제미국관객분들이먼저반응을해주셨고그거에의해서또오스카에서도좋은결과가있었다는생각이들고요그점이더의미가있지않나생각이들었었고요まず北米でも昨年10月の秋にパラサイトは公開されているんですけれども1月の中旬にオスカーのノミネートの発表がある前にアメリカでのこれまでの外国語映画のボックスオフィス10位の中に入るという状況になっていました。で先にアメリカの観客がとても熱い反応を示してくださった。でそれを受けてオスカーで非常にいい結果を得られたのではないかと、そのことがより意義があるのではないかというふうに考えております。여기또일본에서도사실그1월초에개봉을했잖아요그래서그오스카이제그지난주에있었던오스카시상식과이전에이미일본관객분들이뜨겁게극장에서반응을해주셨고그런상태에서또이런경사를맞이한것이니까요일단무엇보다도오늘이렇게도쿄에와서일본관객분들께가장기생충을많이관심을가져주신일본관객분들께일단큰감사를드리는그런마음입니다日本でも1月の頭にパラサイト公開されていますけれども、その公開で観客の皆さんがとても熱く、いい好評をしてくださり、熱く反応してくださって、その後にまたオスカーの受賞という、そのような、結果になったんですけれども、まずはそんなふうに劇場で映画を見て熱く反応してくださった、日本の皆様、観客の皆様に感謝をお伝えしたいと思います。本当にこのような喜ばしいことになりましたことを今回、東京にまず来て日本の観客の皆様の関心に感謝をお伝え したいというそんな気持ちです。반갑습니다。お会いできて嬉しいです。송강호です。이번작품으로이렇게두번째또도쿄를방문하게돼서너무반갑고기쁘게생각합니다。今回の作品において東京を訪問するのは2回目となります。とても嬉しく思っています。이제기생충이라는영화가일본관객분들에게도굉장히좀반갑고또흥미로운영화로이렇게받아들이는지점이굉장히반가운게한20년전인가요한2000년도초에이제서로그한국영화가일본에많이소개된때가있었어요今回の私たちのパラサイト半地下の家族という映画が日本の観客の皆さんにも歓迎をされそして日本の皆さんにもとても興味深い映画として受け入れられたようでとても嬉しく思っています。今から約20年前でしょうか2000年代の初期の頃は韓国の映画が日本でも多く紹介されていました。で이제이후로좀약간소원해지고조금이렇게교류가뭐일본영화든아니면한국영화든서로가가까운나라임에도불구하고조금이렇게좀한동안좀뭔가이렇게좀소원해지었다고해야되나요예그런시기가있었는데이번기생충이라는영화로또그전부터이제한국에는뭐고레다히로카즈감독님의아주뛰어난작품들그리고그외에일본의아주뛰어난예술가들의감독님들의작품들이한국관객들에게크게는아니지만그래도아름아름굉장히지금많이사랑을받고있고또관심도높고이래가지고이런어떤그서로에대한어떤관심과성원들이2000년대초를
보다 더 앞으로 그렇게 좀 됐으면 좋겠고, 그래야 이제 서로 이렇게 가까운 나라일수록 이제 서로에 대한 문화나 이런 부분들이 서로 공감하고, 기생충이 이렇게 공감했듯이 그런 마음에서 참 반가운 마음이 큽니다. 예. そういう時代もありましたけれども、その後は、韓国そして日本の映画の交流というものが、残念なことに少し少なくなってしまったように思います。日本と韓国は近い国であるにもかかわらず、一時のような活発な交流というのが薄まった時期がありました。ただ今回のパラサイトという映画を契機にして、きっかけにして、韓国の素晴らしい作品を作る監督たちの作品が、また日本の優れた芸術家である皆さんの作品が、すごく大きくではないにせよ、だんだんと多くの方の愛情を受け、また関心を見せているのではないかと思います。こうやって、お互いの国の作品に関心を持ち、またお互いに声援を送り合える、そんな状態が、2000年代初期の頃のような状態が、まだぜひ戻ってきてほしいなというふうに思います。日本と韓国近い国ですので、お互いの文化に対して、このパラサイトが日本でも皆さんの好評を博したように、お互いにの国に対する文化に対する共感というものが持てればいいなと思います。대단히반갑습니다。皆さんにお目にかかれて本当に嬉しいです。ありがとうございました。それではまず私の方からいくつか質問をさせていただきたいと思います。まず監督に伺いたいと思うんですけれども、本当におめでとうございます。今日こうしていらしていただいて本当に嬉しく思います。今お話の中で、大変喜ばしいけれども、むしろその多くの人たちに、の観客に支えられているということがとても嬉しいというふうにおっしゃいました。何がここまで多くの観客にアピールをしたというふうにお感じになっていらっしゃいますでしょう。지금뭐일본뿐아니라뭐영국이나멕시코나또한국프랑스에서도좋은반응이있었고북미에서도지금계속기록을갱신해나가고있는데왜이러는건지사실잘모르겠습니다이게그제가오히려여쭤보고싶고요모든분들한테사실이제이런어떤이영화는국제적으로뭐모든나라에서다뜨거운반응이있어야만해라는식의어떤목표의식을갖고만든건아니었거든요그러니까우리한국적인이세팅속에서한국도적인배우분들과물론우리시대의보편적인주제를다루고있지만그것이꼭뭐이게세계적인어떤평행이나박스오피스의어떤목표를갖고만든건아니기때문에즐거운일이지만저희제입장에서도신기해하고있는그런상황이고요今日本だけでなく、イギリス、メキシコ、そして韓国、フランスでも、とてもいい反応が、出ています。で、北米でも記録をずっと更新している最中なんですけれども、正直言いますと、なぜ、これほど受け止められたのか、私自身にもよくわからないんです。逆に、本日お越しの皆様に、私の方がその質問を差し上げてお伺いしたいような気持ちなんですけれども、この映画は、国際的に、いろんな国で熱い反応を得ることを目的に、そのような目標の意識を持って作った作品ではありません。いつも通り韓国の俳優と一緒に作っていて、ただ、この作品というのは私たちの時代の普遍的な、テーマというのが描かれてはいますけれども、最初からその海外で世界的な興行やボックスオフィスを目的にして、作っているということではないので、今起こっている状況というのがとても嬉しくもあり楽しいことではあるんですけれども、私自身もとても不思議に思っています。단지뭐지난10개월간이제전세계여러영화제나영화개봉이제홍보하는과정에서여러나라를돌면서많은반응을들었는데그걸이제종합해보면은그런것같아요그일단빈부격차라는지금전세계적인이제동시대적인전세계모든나라에적용될법한그런주제를다뤘다라는부분
뭐그런그예를이제그거를이유로드시는분들이많이있었고요근데제생각은좀다릅니다그빈부격차라는주제가오히려불편할수도있는것이고그것이꼭영화에대한뜨거운반응으로이어지는것일까하면그건아닌것같다는생각도들고요어근데그더직접적으로는그예측하기어려운예상을깨는예측하기어려운이야기전개특히영화의후반부에있어서그부분을가장즉각적으로반응들을많이해주셨어요그리고저희도이제깐느영화제때부터후반부스포일링을좀자제해달라고부탁을드렸었고요그래서그이야기전개를보면서깜짝놀랐다는부분그런이제스토리의어떤전개방식에대해서그부분이되게신선하지않았냐라는얘기를많이들었었고요私自身、全世界、様々な映画祭や、プロモーションの過程で、様々な国を回りながら、多くの反応を耳にすることができているんですけれども、私なりに、その皆さんの声を、総合してまとめてみますと、もちろん、その中には、貧富の格差を描いている。これが、同時代的なテーマであるという理由も多く見られたんですけれども、私はそれは少し違うんではないかなというふうに思うんです。というのも、貧富の格差というのは、見ている人にとってはある意味居心地の悪い部分もあるかもしれません。ですので、そういった理由ではないような気がするんですね。それ以上に、直接、皆さんに訴えかけた部分というのは、やはり予測不能な、予測を裏切るストーリー展開、特に、後半のストーリー展開に対する反応をとても熱い反応というのを感じました。で、カンヌ映画祭では特に、後半の展開についての、ネタバレをしないようにというお願いをしていたんですけれども、やはりその後半の展開が面白い、ストーリー展開がとても新鮮だったという意見を多く耳にしたような気がします。그리고이제또하나덧붙이자면이제배우분들의매력그러니까배우들이보여주는감정이나표현이런것들은세계만국공통어라는생각이들어요그래서배우들이뿜어내는매력의어떤유니버설한측면이있는것같아요실제로북미에서도뭐그세그배우조합상시상때또미국배우들이동료배우들이보여준뜨거운반응같은것도있었고요그래서우리그10명의배우들이보여주는또뛰어난앙상블같은것들이뭐미국이건일본이건전세계여러나라에서똑같은호소력을가지지않나라는생각이듭니다さらにもう一つ付け加えますと、俳優による魅力、これが大きかったのではないかと思います。俳優が表現している、感情や表現、これが、全世界の万国共通語として、皆さんに届いたのではないかと思うんですね。その俳優たちが、醸し出す魅力、これが、訴える力が大きかったのではないかと思います。特にアメリカでは、俳優組合賞、でアメリカの同僚の俳優さんからたちからとても熱い反応をいただいたんですけれども、この映画の中で描かれている表現されている、10人の素晴らしい俳優たちのアンサンブル、これらがやはり、アメリカや日本や多くの観客の皆さんに、熱く訴えかけたのではないかというふうに考えています。ありがとうございます。実際映画拝見してて最初のうちはこうなんか楽しく、笑ったりしながら見ていたんですけれど、どんどんその変わっていくストーリー展開というのに、なんかもう激流に飲み込まれるような思いで、見たというのは本当に印象的でした。で今まさにおっしゃったように、監督とそしてソン・ガンホさんはこれまでもいっぱいタッグを組んで、多くの作品を、でやってらっしゃいました。で今回4度目のタッグで歴史的な快挙ということで、映画の現場はまさに濃密なやり取りというのがあると思うんですけれども、そこでお感じになるお互いの素晴らしいところ、お互いにとってお互いがどういう存在なのかということをここでお伺いしたいと思います。まず監督からお願いできますでしょうか。좋아하는배우예요大好きな俳優です。연기너무잘하시고요、もう演技が本当に素晴らしい。그시나리오를쓸때이역할을이분이하게될것이다라는전제하에쓰다보면더
더이게마음이편해지고자신감이생겨서그풀밭에망아지가날뛰듯이더이렇게자유롭게시나리오를쓰게되죠シナリオを書いているときに、この役柄を演じるのがこの方なんだというふうに、頭で思い浮かべながら、思い描きながら、それを前提にシナリオを書いていますと、心がとても穏やかで、とてもこう楽な気持ちになるんですね。自信も生まれてきます。まるで、草の上を走り回っている、子馬のような、そんなこう自由な気持ちになるんです。それはもう이제복윤호감독은뭐랄까음흉한천재감독이라고저는 개인적으로생각하는데그음흉함이참좋아요 음흉 음흉 私はですね、このポン監督の陰流なところがとてもいいなというふうに思います。ごめんなさい、どういうところが魅力的な口そこでねっとりしたねっとりしたところが、非常にこう何ですか、すいませんすいません。다시말씀드리면아무튼그현장에서는생각보다감독님하고제가이렇게많은얘기를할것같지만사실은별로얘기가없어요왜없냐하면은저는제나름대로봉준호감독이작품을통해가지고어떤얘기를할것인가를끝날때까지계속탐구해가는배우로서의어떤그여정이되게힘들기도하지만굉장히재미나고흥미롭거든요그래서웬만하면제가그거를물어보지않고제스스로찾아가는어떤그재미를느끼려고일부러도대화를안나누는그런지점도있어요ですね、私はですね、多分皆さんは現場で俳優と監督は本当に多くの話をするだろうというふうにお思いになると思います。ただ私の場合は現場であまり監督とすごくたくさん話すという形は取りません。というのは私の場合この作品を通して監督は一体何を語ろうとしているんであろうかということを探っていくというのが好きなんです。もちろんそれは俳優として難しい過程でもありますが同時にとても楽しいそして興味深い過程にもなります。ですから現場で監督が表現しようとしていること、それをあえて監督に尋ねるのではなく自分で見つけていこうとします。지난20년간내어떤봉준호감독과의작업을이렇게되돌아보면은미국의매체와인터뷰할때도이런표현을제가했는데정말축복이자고통의연속이었습니다で、この20年間私は監督といろんな作品において仕事をご一緒しましたが、それを振り返って感じることなんですが、アメリカにおいてもこのようなインタビュー何度か受けたことがありますが、まさに祝福であり、また大変なこと、苦痛でもあると思います。그고통이라는것은봉준호감독의그어떤예술가로서의어떤높은어떤야심을배우로서충분히달성하기위해서겪어야되는어떤예술가로서의어떤고통을말씀드리는거죠。今苦痛と申し上げましたが、それは芸術家としてのポンジュノ監督が目指しているその高い野心を十分に私が俳優として達成すべきである、そのための苦痛ということです。ありがとうございます。今ソン・ガンホさんからその作品を通して監督が何を伝えようとしているのかというのを探っていったというお話がありましたけれども、今回、そういう意味では監督はその格差の広がりというかそういったところを伝えたかったんでしょうか。何を一番この映画を通して伝えたいところだったでしょうか。한국이나뭐일본이나전세계여러나라가이제비슷한고통을겪고있잖아요이제
양극화라고하죠근데그그사실자체를꼭다시뭐들춘다기보다도뭐랄까미래에대한두려움같은거랄까요저도이제아들을자녀를하나키우고있지만이게이제미래에과연우리이사회가좋아질것인가양극화는극복될것인가이제사실쉬워보이지는않거든요그래서제가무슨비관주의자는아니지만이어떻게해야할것인가거기서는어떤불안감과두려움같은것을모두가다가지고있다고생각해요저뿐아니라뭐꼭창작자가아니어도우리이시대를살아가는사람이라면모두가그래서그불안감과두려움같은걸한번고스란히표현해보고싶었어요솔직하게이영화의이제특히마지막부분을보면그런생각이또들수있는데요한국や日本や全世界の様々な国で今同じような状況に置かれ同じ苦痛というのを抱えていると思いますそれがいわゆる二極化という呼び方もされていますけれどもその二極化それをその事実を何か暴きたかったという意図よりもその未来に対する恐れそういった感情がありました私自身息子を一人育てていますが未来の私たちのこの社会がこの二極化というのを克服しうるのかそれはたやすいことではないように思えたんですなので私は悲観主義者ではありませんが今後どうするべきなのかどうしていくべきなのか今私が抱えている不安や恐れというのはこれは、たとえクリエイターでなくてもこの時代を生きている、全ての人々が抱えているものなのではないかと思いますなので、私たちが抱えているこの不安や恐れというものを、率直に映画の中で表現してみたいという気持ちがありました근데이제단지그런메시지를주제를전달하는데있어서제가뭐평소에개인적으로도그런데이렇게정색하고얘기하는거싫어하거든요뭐평소에도농담이나유머를항상이제좋아하는데이제영화적으로도여러가지그것이이영화는이런메시지를갖고있어라고강요하고주장하는것보다는그것이영화적인아름다움이나영화적인활기시네마틱한여러가지흥분속에서좀더재미있게여러가지우리배우들이표현해내는것처럼풍부한감정들을가지고그런영화적인활기속에서전달되기를바랬었어요でもそのメッセージやテーマを伝える上で個人的に私の性格が普段からそうなんですけれどもそういうメッセージをこう真顔で相手に伝えたりというのがあまり得意ではありません冗談交じりにこう何かを伝えることが好きなんですけれども、ですのでこの映画の中でも、自分が伝えたいメッセージというのを声高に主張したり、強要したりというよりもあくまでも映画的な美しさの中で映画的な活力の中で、シネマティックな興奮がある中で伝えていきたい、面白く伝えていきたいという気持ちがありましたそして、俳優さんたちによる表現の豊かな感情とともに映画的な活気を持って伝えたいという気持ちがあったんですありがとうございますその不安や恐れの気持ちを伝える手段としてその匂いというものがこの映画では非常に大きい一つのテーマというかになっていたかと思います監督はその匂いにフォーカスしようというふうに思われたそこはどういう気持ちからなんでしょうか사실그일단은그냄새를표현하기가좀어렵잖아요영화에서그이미지랑사운드인데근데이제우리배우분들이워낙표현력이좋기때문에이제냄새를더이제맘놓고쓴것같고요그냄새를맡을때얼굴또는나한테서냄새가나지않나하고염려할때얼굴이런부분들을배우분들이워낙잘표현을해주니까이냄새라는장치도충분히섬세하게쓸수있겠다라는생각이일단들었었고まず映画というのはイメージとサウンドで作られるものなので匂いを表現するというのは難しいことですよねですがこのように優れた俳優さんの表現によって私自身シナリオでその匂いについて思う存分こうかけたんじゃないかというふうに思います俳優さんたちが匂いを嗅いでいる時の表情やまたは自分から匂いがするんではないかという表情を見事に演じられて表現されているのでシナリオを書く段階からその匂いに関する
繊細な状況というのを描くことができたように思います。그리고냄새が이영화가다루는스토리와되게잘어울린다고생각했으니까뭐빈부격차이전에사실인간에대한예의서로에대한예의인간에대한예의에관한이야기를하고있는영화인데그인간에대한예의가허물어지는순간그부분을사실냄새를통해서좀표현을하고있거든요でも、この匂いというものがこの映画が伝えているストーリーにとても似合っているものだというふうに思いました。この映画は貧富の格差ということを描いている以前にそれに先立って人間に対する礼儀お互いに人間同士が持つ礼儀について表現された映画だと思うんですけれどもその人間に対する礼儀が失われた時にどんなことが起こるのかという瞬間を描いた映画でもあると思います。보통이제냄새에대한얘기를우리가냄새를느껴도그거에대해서말을하기는쉽지가않잖아요그러니까왜냐하면그것이예의에어긋나기때문에사실말을하기가힘들죠냄새란게사실그사람의삶의어떤환경이나뭐노동의조건이나상황들을직접드러내는거기때문에그거에대해서함부로우리가쉽게말을할수가없는건데이영화에서는이제본의아니게그말을함으로인해서인간에대한예의가무너지고서로가어떤위험한선을넘게되는그모멘트를보여주고있죠でも匂いというのは普段私たちの生活の中でも感じたとしてもそれを話すことはなかなか難しいことですよね。やはり人間の相手に対する礼儀に関わることですのでたとえ匂いを感じたとしてもそれを口に出すことは難しいことです。でもその匂いというのはその人が生きている環境やその人の生活の条件、労働条件、またその人がどんな今状況に置かれているのかというのを表すものでもあると思うんですけれども、なかなかそれについて口に出すのは難しいものでもあると思います。ですが、この映画の中では、意図せず、その匂いについて、話を聞いてしまったりするという、そしてそのことによって人間に対するその礼儀というのが、崩れ落ちる瞬間というのが描かれている。また、ある一線を越えてしまった、その状況が描かれていると思います。ありがとうございます。ソン・ガンホさんにもお伺いしたいと思います。映画って映像的になかなか匂いはこう伝えられないわけでそういう中で匂いの演技をされる際に何か工夫された点苦労された点があったら教えてください。그냄새다선그선이라는말이죠선을넘지마라이런말도표현이있는데선과냄새는눈에보이는게아니잖아요영화속에서얘기하는선과냄새는눈에보이지않기때문에그걸이제구체화되게어떤형상화시킬수는없지만 좀뭔가관객들로하여금그충분히어떤그선과냄새라는어떤좀막연한어떤관념적인그런것들을표현하기가어떤방법이라기보다는방법을찾기보다는스스로그구조그러니까드라마의구조에녹아들어가기위해서심리적인어떤노력을 했던것같습니다線を越えるなという表現がこの映画の中には出てきます。ただこの映画におきましてやはり線というもの、そして匂いというものは目には見えないものです。そうした目に見えないものを映像を通して現象として見せることはできません。ただその線、そして匂いというもの、そんな漠然とした観念的なものを表現するにおいては、何かこれといった方法があるわけではありませんので、表現を考えるときに、方法よりも、表現方法よりもそのドラマの構造の中に入っていて、それを心理的に理解するということを心がけました。ありがとうございました。時間になってしまってまだまだお伺いしたいことはあと一つだけ、監督にお伺いしたいと思います。韓国では映画などのこうソフト制作を国家的には後押しするというような形があるというふうに伺っています。
その点日本はある種こう内向きだというふうな指摘もある中で、監督の目に日本の映画界というのがどういうふうに映っているかといった点をお伺いしたいと思います。日本영화산업에대해서네뭐개인적으로잘알고친하게지내는일본감독님들도많고요일본영화역사또어떤그유구한전통이있고요그래서저는또제가감독이라서그런지그뛰어난감독님들또역사적인여러거장들이많이존재했던나라로서또존재하고있는현재에도일단은저한테첫번째인상은이제그런것이고요個人的に日本には親しくさせていただいている日本の監督が多くいらっしゃいます。そして日本は長い映画の歴史そして伝統を持っています。私自身監督だということもあるせいか、監督そういった優れた監督、歴史的な監督がいる、そして歴史的な存在の監督がいる日本という、第一印象としてはそのような印象を持っています。이마무라쇼헤이감독님이라든가뭐그구로자와기요시감독님또사카모토준지감독님이나고레다히로카즈감독님뭐작품들다정화합니다예그분들과도오랜또교분이있고요아물론이마무라쇼헤이감독님은한번도직접뵙지는못했었지만예今村翔平監督をはじめ黒沢清監督や坂本淳二監督、是枝裕和監督の作品どれも本当にとても好きです。そして彼らとは長い間お付き合いもさせていただいています。もちろん今村翔平監督とは直接実際にお目にかかれたことはありませんけれども、もう、그리고한국영화산업같은경우가뭐국가적인지원이물론있긴있는데그런지원프로그램들은대부분이제독립영화나다큐멘터리나그쪽영역에많이초점이맞춰져있고요저나이제송강호선배가이제참여하는이런영화들은대부분이제민간기업체들에서그투자와이제배급과또제작을이제진행되고있는부분이라서한국영화산업이이제굴러가는나름의건강성은있다고생각이들고요また韓国の映画産業につきましては、国家的なその支援がある部分というのが、その支援プログラムが主に、インディペンデント映画やドキュメンタリー映画の領域に焦点が合わされています。ですので、私や、ソン・ガンホさんが、参加しているような、映画というのは主に民間企業の方で、出資、配給、制作をするという状況になっています。ですまあ、同時に韓国映画産業が今こううまく回っている健康なそういう状態にあるということも言えるかもしれません。日本같은경우는대부분이제만화라든가애니메이션산업에대한외부그국제적으로그런부분이워낙그많이알려져있어서그쪽에초점을둘수도있겠지만제개인적으로는일본감독님들의그일본필름메이커들의그다양한스펙트럼폭넓은그영화적인세계이런부분들이항상흥미진진하고이제흥미롭습니다日本では主に漫画やアニメーション産業というのが国際的にも広く知られているので、そこにより焦点が当てられるかもしれませんが、私個人としては日本の監督や日本のフィルムメーカーが持つ多様なスペクトラム、そして幅広い映画的その世界にとても興奮を覚えるんです。ありがとうございました。それでは、いよいよ会場の皆さんからの質問にお答えいただきたいというふうに思います。質問がある方はですね、挙手をお願いいたします。私が指名させていただきますので、お近くにマイクがありますので、そちらまで出ていただいて、そしてお名前、所属、監督とソン・ガンホさんどちらへのお尋ねかといったことも明らかにして質問していただきたいと思います。多くの方に質問をしていただきたいので、お一人一問ということでぜひご協力ください。フォローアップの必要がある場合には私の方でお尋ねをいたします。それでは一番前のあちらの男性、共同通信の立花と申します。まず本当におめでとうございます。それで映画の中のようなみんながマスクをしている世界によくいらっしゃいました。それで質問は2人に伺いたいんですが、
この映画は実は映画の世界ではカンヌ映画祭で、カンヌ国際映画祭でパルムドールという最高賞を受賞して、さらにアカデミーで、作品賞、最高賞を受賞しているわけです。この、どっちが嬉しかったっていうのは変な聞き方なんで、そうじゃなくて、そうじゃなくて、喜びの、両方とも嬉しかったと思うんですが、その時の喜びの質の差というか、があったとすれば、どういうふうに違うかということをお二人にお聞きしたいと思います。두 개 상이 다 이렇게 제 개인적으로도 충격과 환희가 동시에 있어서 그거를 어떻게 비교해봐야 될지 사실 쉽진 않은데요。まあ、2つの賞が個人的には衝撃と歓喜、これが同時に共存しているので、2つを比べるというのは簡単なことではないんですけれども。カンヌには9명의審査委員분들이계시잖아요。カンヌには9人の審査委員の方々がいらっしゃいますよね。イナリット監督님이나뭐ケリー・ライカートな、제가좋아하는監督님들이많이있었었어요。그9분중에。そのイニャリット監督やケリー・ライカット監督や、私が個人的に大好きな監督がその9人の中にたくさんいらっしゃいました。ヨルゴス・ランティモスラ든가、이제많은監督、제가좋아하는監督님들이、그들도저의、우리의영화를좋아해줬다는그런어떤기쁨같은게있었고요。ヨルゴス・ライティモス監督や、私が普段好きだったその監督が、彼らが私たちのこの映画を好きになってくれたということに対する喜びがとても大きかったです。그때또심사위원장이나리뚜님께서굳이또만장일치였다라고강조를했기때문에더더욱그기쁨이컸습니다。내가저심사위원분들영화좋아하는데저들도우리를좋아했구나라는で、また審査委員長を務められていたイニャリット監督が、あえて満場一致だったということを強調してくださいましたよね。それを聞いて、とてもより嬉しかった、さらに嬉しかったです。あの審査委員長、私たちが大好きなあの審査委員長たちが全員私たちの作品を好きになってくれたんだという喜びでした。アカデミーの8000名に넘는분들이투표를한거라、사실그분들의얼굴과이름을정확히잘모릅니다。アカデミーは8000人以上の方々が投票しているので、彼らのお名前やお顔というのは、お一人お一人、詳細には知りません。그리고저랑뭐송강호선배님이가서한5개월넘게되게긴길고복잡한이제오스카캠페인이라는과정을저희들은처음해보는건데그런걸아주많이해본미국스튜디오그노련한사람들틈바구니에서저희도발로열심히뛰면서그캠페인을그긴과정을거쳤는데요。そして私とソン・ガンオ先輩はじめ、みんなでその5ヶ月以上に及ぶ長い道のりである、このオスカーキャンペーンと呼ばれる長く複雑な道のりを私たちは初めて体験したんですけれども、そんな中でも、これまでも多くオスカーのキャンペーンを経験しているそのスタジオのベテランたちの間で、私たちは足で走り回りながらそのキャンペーンを体験していました。그래서이게야이긴시간을내가지금시나리오써야되는데왜이런걸하고있지막되게힘들때도있었고회의가들때도있고고달픈과정이긴했는데인지와서돌이켜보면그게어떻게보면되게복합적이고그거대한어떤영화를검증하는과정같은느낌이있었어요。그러니까좋은의미에서그러니까이영화는어떤면이훌륭하고이만든사람들이어떻게참여해서어떤식의생각을갖고만들었고그긴과정동안그런것들을되게낱낱이검증받는느낌、네、그래서 어떤더거대한어떤스케일의아카데미상같은경우는、네、뭔가이검증을받았다라는느낌같은거이게어떻게표현해야될지모르겠어요。まあ、そのキャンペーンの最中というのは、とても長い時間だったので、この時間シナリオを、本来書いているべきなのに一体自分は何をやっているんだろうという思いにとらわれたり、辛く感じられたり大変だなと思うプロセスもあったんですけれども、今振り返ってみるとアカデミーのあの、
キャンペーンというのは大変複合的であり、巨大なそのスケールの中で映画を検証していくプロセスでもあります。そのような意味があるというふうに感じました。でこの映画のどこが優れているのか、どんな思いでみんなが参加して関わっているのか、どのようにこの映画が作られているのかという、その映画に対して長い道のりの中で一つ一つ検証されていくという、そのような印象を受けました。なのでアカデミー賞というのは、巨大なスケールの中で何か作品が検証された、そのような、受け止め、方をしました。はい、ソン・ガホさんにもお二人にという質問でしたね。もう簡単に申し上げると、私は韓国에서、韓国의記者会見때도이런말씀드렸는데、똑같죠。똑같은데、이제깐느때는처음이다보니까너무기쁜나머지제가본감독의가슴을이쪽가슴을이렇게세게때려가지고며칠동안이실금이갔다고그래가지고그잘보시면아카데미때는가슴을피하고얼굴과목덜미와등위주로이렇게좋아하고막그랬던웃지못할해프닝이있었어요그러니까뭐좋긴한데점점갈수록이제 아픈데를이렇게피하고이런はい、じゃあ私は簡単にお答えしたいと思います。この話はですね、韓国での記者会見の時にもお話ししたことではあるんですが、もちろんカンヌもそしてアカデミー賞の受賞も同じように嬉しいことではありました。ただカンヌで映画祭での受賞というのはまさに初めてその時賞をいただいたということもあり、あまりの嬉しさにポン・ジュノ監督の胸元を強く何度も叩いてしまいました。そのことによりもうひびが入ったというような話を聞いたので、それはいけないなということで、アカデミー賞の時は胸を叩くということは避けて、できるだけ首元をつかむとか背中を叩くとか頬を叩くとか、できるだけ避けるようにしました。笑えないハプニングではありますが、すごく嬉しいんだけれども、ポン・ジュノ監督の痛いところを避けて喜ばなくてはいけなかったということがありました。ありがとうございました。それではその他の方、ジョマイカ2番目のメガネを、毎日新聞の奥村です。スサン・チュカハミダ、おめでとうございます。監督とソン・ガンホさんは2006年に、ハンガンの怪物の映画で一緒に仕事をされました。あの映画ではウイルスが蔓延したかのような状況で、社会がパニックになった時に、国家がどう向き合うかということが重大なテーマだったと思います。今まさに東アジアで同じようなことが起きていますが、監督とソン・ガンホさん、今この状況をどのように感じていらっしゃるでしょうか。何も괴물에서뭐바이러스얘기가나오긴합니다근데이제거기선바이러스가없는걸로밝혀지죠映画ハンガンの怪物ではウイルスの話が出てきます。ですが映画の中では、結局ウイルスはなかったということで明かされますよね。ウラジャワナオキエと20世紀少年같은것도생각이납니다요즘상황들을보면은、最近の状況を見ていますと、浦沢直樹さんの20世紀少年なども、思い出されます。뭐현실과창작물이란게항상이렇게서로상호침투하면서같이이제시대의이렇게흐름속에같이가는것이또우리항상자연스러운일인것같은데요こういった現実と創作物というのは相互に侵入し合いながら、時代の中流れの中で相互に侵入し合っていくというのは非常に自然な流れなのではないかというふうにも思います。실질적으로세균이어떤바이러스가우리몸에접근해온다는그의학적인생물학적인의학적인공포보다도우리인간이심리적으로만들어내는불안과공포가더크다고생각해요거기에우리가한번휩쓸리기시작하면이재난을극복하는데항상더큰어려움이오지않나라는생각이들고요
実際のそのウイルスや細菌が体の中に入る、医学的に生物学的に何か体にその細菌が入るんじゃないかということに対する恐怖以上に、人間の心理が作り出す不安や恐怖の方が大きいのではないかというふうに思うんですね。なのでその心理的な不安や恐怖に巻き込まれすぎてしまいますと、逆にそういった災害を克服するのが難しくなってしまうのではないかと思います。괴물에서도특히이제그런부분을다루고있었죠그러니까실제존재하지않는바이러스인데그것을두려워하면서사람들이이제펼쳐지는여러가지소동같은걸다루고있었지요한간의怪物では特にそういった部分が描かれていました。実際には存在しないウイルスをめぐって人々がパニック恐怖に陥る、そしてそこから起こる騒動が描かれていました。물론지금상황은그것과많이다르고실제바이러스가존재하고거기로부터이제그것으로부터많은여러가지우려스러운사태들이벌어지고있지만결코두려움과공포나불안을우리가과장하거나또는거기에과도하게대응하거나또는그여러가지국가적인종적여러가지사회적편견들을거기에얹어서는안된다라고생각합니다그래서분명히조만간우리는슬기롭게이상황을헤쳐나갈수있지않을까그런좀희망적인짐작을해봅니다今は、それとは違う状況というのがもちろん映画とは違う状況が起こっています。実際にウイルスも存在しているわけですけれども、この事態というのを逆にあまり恐れすぎて恐怖を持って不安を持って望んでしまったり、または、その今のこの状況に対して過度に反応してしまったり誇張したそういった対応をしてしまった場合にはもっと恐ろしいことが起きてしまうというふうに思います。そこにさらに加えて国家的なまたは人種的な偏見というのをそこに加えてしまうとより恐ろしいことが起きてしまうのではないかと思いますので、もうじき私たちはこの問題を懸命に乗り越えていくのではないかというふうに希望的に捉えています。ありがとうございました。それでは赤いセーターの方。아안녕하십니까저는한국사람이고요일본에서오랫동안다큐 PD 로주로 NHK 방송을제작해오고있습니다오늘은일본기자클럽이기때문에일본말로질문을드리겠습니다양해해주셨으면좋겠습니다택시와韓国人です。日本でドキュメンタリーのプロデューサーとして NHK の番組などの制作を行ってきているんですけれども、日本での記者会見ということで日本語でご質問させていただきます。お二人に伺いたいんですけれども、監督、先ほど一番印象に残ったのが映画を作る時の目標というのは賞とかボックスオフィスのランキングではないというふうにおっしゃったんですが、監督が映画を作るときに一番目標にしていること、あるいは心がけていることがあったら教えてください。ソン・ガンさんも同じように映画に参加されるときに心がけていることがあったら教えていただけるとありがたいです。제목그미국의세그그배우조합상을저희앙상블상큰상대상을이제저희기생충팀을미수상을하게됐어요그래서이제제가대표로수상소감을얘기할때이내용을얘기했는데이영화가제목은기생충이지만우리가어떻게살면좋을까어떻게살아가면좋은세상일까라는공생에관한영화인데이런큰앙상블상을받게돼서너무의미가있고기쁘게생각한다라는뭐영화를잘못만들지않았다는말씀을드렸거든요まずはですね、私たち、アメリカの、俳優組合賞においてアンサンブル賞というのを、このパラサイトという映画パラサイトチームが受賞しました。その時に、私が代表して受賞のコメントをしたんですが、この映画は、パラサイトというタイトルがついてはいますが、内容を見ると私たちはこの社会をどう生きていったらいいのか、どう生きたらいい世界になるのかという規制ではなく強制を描いた作品になっています。その作品が
アメリカの俳優組合賞でアンサンブル賞を取れたということで、私たちがちゃんとこの映画を作ることができたんだ、それがちゃんと伝わったんだということを実感できました。그러면서기생충이라는영화의어떤영화적인쾌감재미그리고영화적인어떤영화의어떤가치이런것들을동시에이루어냈기때문에전세계관객분들이이렇게좋아해주시리라고생각하고봉준호감독도그렇고저도그렇고어떤영화든무슨의미가꼭있어야된다이런생각을가지고만들지는않아요그냥재미있고우리가꼭하고싶은얘기가무엇인가그걸아주영화적으로어떻게그관객들에게전달할것인가그런생각들을늘가지고있는것같아요그러니까의미가막꼭뭐대단히중요한주제를다루고있다든지다뤄야된다든지아니면은뭐이런것보다는내가얘기하고자하는것을영화적으로어떻게관객들에게흥미롭게전달할것인가배우로서도마찬가지고그런쪽으로항상탐구하고이렇게연구하고그러지않을까라는생각이듭니다そうですね、今回のこのパラサイトという映画なんですけれども、それをはじめやっぱり映画を作るということはそれに快感を伴いそして価値を生み出すこともできます。このパラサイトという映画を見て、観客の皆さんがその快感価値というものを、同時に味わうことができた、だからこそ世界のいろんな観客の皆さんが、この映画を好意的に受け止めてくれたのではないでしょうか。おそらくポン・ジュノ監督も同じだとは思いますが、映画を作るにあたって必ずしも何か大きな意味がないとダメだというふうに私は思っていません。ただ自分たちが映画を通して表現したいと思っていることをいかに面白く興味深く表現できるか、映画的にそれを観客にどのようにしたら伝えていけるかということを考えています。映画を作るにあたって何かすごく重要なテーマを必ず与えなくてはいけないのか、ということを私は決してそういうことではなく、まずは自分たちが伝えたい話ストーリーというものをどのように映画で表現していくのか、それも興味深く表現できるかということを私は俳優としても常に探求しまた研究しているところです。네저는영화만들때이렇게목표가사실있긴있어요근데이게창피해서얘기하기가좀그런데고백을해야될것같긴하네요私は映画を作るときに実は目標があることはあるんですね。実は恥ずかしくてお話しするのがちょっとはばかられるんですけれども、でも告白しなければならないような状況ですよね。저는이제그창피하네근데그클래식을만들고싶은내가만든영화가클래식이됐으면하는그런바람이망상이죠그런망상이있죠自分で言うのはとても恥ずかしいんですけれども、クラシックを作りたい、自分の作品がクラシックの映画になってほしいという妄想を持っています。내가만든영화가이제클래식이된다는것은시간이나세월을이겨낸다는것인데自分が作った映画がクラシックになるということは、つまりその映画が時間や歳月を乗り越えていったということでもありますね。그뭐김기영감독님의한여라든가구로자와키라의뭐7인의사무라이라든가알프레드히치콕의현기증같은영화를만들고싶은거죠망상이지뭐 例えば김기영監督の下城ですとか黒沢明監督の七人の侍、またはアリフレッド・ヒチコック監督のめまいのような作品を作りたいという思いがあるんです。でもこれはもうほぼ妄想ですよね。그래서그렇게하기위해서영화를만들때영화를준비할때이제나와내가써나가는스토리가내가만들려고하는스토리가그냥정말그둘만1대1로투명하게이렇게상대하려고하죠그러니까다른이상한목적뭐이영화를찍어서이런상을받고싶어이영화가어느나라에서흥행이잘됐으면좋겠어
이런불순물이끼어드는게아니라그냥내가상대할고자하는그내가대결해야되는스토리그자체에만집중하려고합니다투명하게そうするために私はその映画を作るときまたは準備をするときに自分が書いているストーリーと一対一で向き合うことを心がけています透明な状態で向き合うこと他の何か目的を持ったり例えばこの映画によって何かの賞を取りたいまたはこの映画がどこかの国で興行的に成功してほしいという不純物が混ざることなくあくまでもそのストーリーと向き合って自分自身が対決するような不純透明な状態で映画を作って準備していくということを心がけていますありがとうございましたお二人ともこの後のご予定が厳しいということで18時までというふうに伺っています最後あと1問だけ伺いましょう、それでは、はい読売テレビの菱田と申しますこんにちは監督に去年の年末にポートレートを撮らせていただきましたありがとうございました私テレビのプロデューサーをしているんですけれども監督がアカデミー賞を取られてすぐにニュースで扱いましたあテレビのプロデューサーニュースプログラムですねでその時にソウルの半地下の暮らしってどういうものかということでソウルの人にお願いして半地下の取材をお願いしましたそうしたらもうすでにたくさんのクルーが来ていてもう取材は勘弁してくれっていうふうに言われたんですねまあ結局他の自分の仲間のクルーが撮影した映像を使って番組を作ることができたのですけれどもあの日本の多くのメディアが丘の上の大きな家ではなくて半地下というものが一体どんなものなのかという興味本位で取材していたそのことについてどのように思われるか伺いたいんですが아그부잣집들은이제나라마다뭐다많이있고도시마다근데그반지하는사실나라마다다이제그부자동네와이제부자가아닌동네뭐이런것들이다이제도시마다뒤섞여있지만반지하라는주거형태가좀독특하잖아요한국에있는형태라서아마일본이나여러그다른나라의매체들도관심을가졌던것이아닌가일단추측이들고요いろんな国に都市によってさまざまな住居形態というのがありますけれども裕福な家の豪邸やまたそうでないエリアというのは混在していますがこの半地下という住居形態はかなり独特なものなのでやはり日本や他の国のメディアの皆さんも関心を持たれたのではないかと思いますでも、パンジアプン아니라영화도입부에나오는그슈퍼마켓있어요거기랑또그비올때내려가는계단이런데들이요즘한국관객과또뭐일본외국여러이제그매니아분들이거기를이제직접촬영지를로케이션방문하는게이제요즘많아져가지고영화가인기를끌면서그래서이제그막상실제그동네사시는분들이약간의불편을겪기도하고그런경우에이제제가약간되게죄송한마음이긴한데その半地下だけでなく映画の冒頭に登場するスーパーマーケットですとかまた雨の中階段を降りていくそのシーンで描かれている階段ですとかそういった場所に韓国の観客や日本の観客の方そして他の国の方観客の映画マニアの方々が直接ロケ地巡りをされるという状況が起きています、まあ、映画の人気に伴うことなんですけれどもでも実際にそこに住んでいらっしゃる町の皆さんには苦労をおかけしているので申し訳ない気持ちです그것이이제언론기자의어떤정식취재이건아니면은영화팬들의어떤이제명소를찾아가듯이영화팬들의방문이건간에일단은거기가무슨그깊은산속이나무인도가아니라실제사람들이생활을하는곳이니까생활하는분들에게어떤불편함이나그런것이없게끔최대한우리가배려를해야되지않나라는생각이우선적으로들고요その
メディアの方々や記者の方々が直接そこを取材されるということ、また映画ファンの方々が名所巡りをするようにその地を訪れるということについては、その場所がその深い山奥や無人島ということではなく、リアルに普通の人々が今生活をしている場所ですので、やはりその生活をしているその場所に住んでいる皆さんにはご不便を不都合な状況にならないように配慮をしていただくというのが最優先になってほしいなという願いを持っています。もうく参加者로서실제어떤장소에이제그관심을가게끔 함으로써이제그막상실제그곳에계신분들에게불편을끼친점에있어서제가창작자로서죄송한마음입니다まあクリエイターとしては実際にある場所に関心を持っていただけるという効果はあったわけですけれども、でもそこに住んでいらっしゃる皆さんにはご不便をおかけしてしまったという点についてクリエイターとしては申し訳ない気持ちを持っています。ありがとうございました。それではごめんなさい、ちょっと時間が過ぎてしまいましたので大変申し訳ないんですけれども、これで記者会見をおしまいにしたいと思います。